はい、どうもベーシストウクレレノブです。今日は、ビギンさんの名曲をね、ちょっと動画でお送りするんですけども、ベースとウクレレで撮りました。で、譜面もベースとウクレレを用意しましたけども、タブ譜に書いてある演奏と、僕の演奏全然違います。まあこれはこれからベースを始める、ウクレレを始めるっていう人もいると思いますので、そのために最低限度のリズムで、譜面は記載しました。なのでまあバリバリに弾ける人はまあコード見て弾けばいいと思いますし、ウクレレもストロークも自分のこの合わせやすいストロークでやればいいと思います。で、これからは、これから説明するのは、これからウクレレを始めてちょっとビギンさんの曲弾きたいなっていう方のために、ウクレレとベースを弾き方をちょっと紹介します。ウクレレはですね、まず、F、 そして C、 そして B フラット、B フラットは、これから始める人にとっては過酷すぎるんで弾けなくてもいいと思います。形だけ取れればいいと思います。形の取れない人は、せめて下のねこの1、1、2だけ抑えられるように頑張ればいいと思います。続けていれば B フラットは必ず弾けると思いますんでね。で次、分数コードが記載されています。 F シャープ分の D マイナー、これは何かっていうと、 F シャープっていうのはベースが弾くところなんですよね。上物、ギターとかピアノとかウクレレもそうですけど、これは D マイナーで弾くんです。ですけれども、ウクレレはやっぱり、ちょっと押さえ方が変わってまして、 F シャープ分の D マイナーは、まあ、いわゆる D と同じ押さえ方になります。なのでそこの例えばって感じです。もう一回やりましょうか。ここは頑張って練習してください。あとは、Dマイナーっていうのも単品で出てきます。上から 2、2、1 です。これはですね、何かと似てますよね。そう、 F の形に実は使う指も全く同じで、この中指で2本上から 2、2 を制覇します。それで F が作れます。あ、Dマイナーが作れます。あとは、G マイナーですかね。 G マイナーは、まあ、譜面載せてますから押さえるポジションはそれ見て確認してくださいね。で、G マイナーも、これを連結してやるのが難しいんで、まあ練習はってこんな感じで練習してれば、いつか弾けるかもしれないです。あとは、ストロークはまあ2拍ずつって感じでいけばいいし、でき経験者の方はとかこういう風な感じで、やっていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとこれはね、ウクレレやる人には、初めての方はちょっと難しいかもしれないんですけど、ビギンさんの曲ってウクレレとすごい相性が良くてですね、やっぱ弾いてて気持ちいいんですよね。弾けたらきっと楽しくなるんじゃないかなと思うんで、今は無理でもね、続けてやっていけばいつかできるかもしれないですから、頑張ってやってみてください。
じゃあ次はちょっとベースを解説します。はい、では次はベースを解説したいと思います。ベースはですね、基本的にはバラードなので、まあイントロとか、まあ、普通のこうまあベースをこれから始めるって人はこの2拍ずつでもいいと思います。まあ1、2、3、4、1、2、3てな感じですかね。まあ経験者の方はコード見てベースを弾ける人は、まあ雰囲気に合わせて自分でやればいいと思います。まあ一つ例を挙げれば、うん、まあ、A メロなんか今みたいな感じで弾けばいいと思います。で、あくまでも、最低限度のタブ譜で書いてますので、まあ、音源を聞いて自分でこう合わせてやれればいいかなと思います。ベースはですね、特に難しいところがないので、まあ運指なんかは僕の左手なんかを参考にすればいいと思いますし、リズムは基本的にはタン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 を中心に、まあ普通の8ビートを中心にやっているので、まあ大抵の方は、初めての方は弾けるんじゃないかなって思います。ぜひね、いい曲ですから、この季節にもぴったりですし、マスターしてもらえばなと思います。じゃあ 2、3、4